ス、プレゼントがある。映画スタジオの裏でペンギンのトラックを1台見つけたぞ。トラックを追跡して武器貯蔵庫を破壊しよう。ありがとうナイトウィン。モービルでトラックを追えば気づかれてしまう。ペンギンはシオニスインダストリーのビルを武器の隠し場所として使っている。私が行く。先に行ってくれブルース。俺はいつも通り目立たないように登場するよ。任せろ。必要なら知らせろよ。
立ち寄って奴らに挨拶でもするか。いいぞ、その調子だ。あいつが来ない、本当だ。誰が信者かよ。あいつ、本当やばい。まだ根に持ってるのか。お前のケーキなんて、俺のに比べれば家でもないだろう。競ってたとは知らなかったぜ。お前、あの野郎と寝られなくて寂しいだけだろ。ふざけやがって。トイブンはどうするつもりだ。場所を変える。何の話だ。ペンギンには俺らがいないと。いくらでも来てる。難しい奴め。そうしねえ、バット。行け。その調子だ、バットマン。最高のチームさ。私は優秀なものとしか組まない。おいおいおい、ちょっと待ってくれブルース。ずっとじゃない。新しい仕事が気に入っててね。楽しいし、時間も自分で決められて、何より嫌な上司が見張ってない。これが終わったらアルフレッドに挨拶しなきゃな。彼のおかげであんたとやっていくのも我慢できたんだ。ペンギンに追いついたら俺と差しで戦わせてくれ。奴にブラッドヘイブンに手を出すなと言ってやる。まだ終わっちゃいない。ペンギンは少なくともあと3つの武器貯蔵庫を持ってる。街に銃があふれかえるってことだ。長い夜になるぞ。いつものことだ。冷却トラックの追跡を続けろ。もっと難しいことをやれると思ったんだがな。今夜はまだロビンを見ないな。あいつはまだ新人だ。あれだけ起きた後でここに来るのは簡単じゃなかったろうな。大した心構えだぜ。これが終わったらアルフレッドに挨拶しなきゃな。彼のおかげであんたとやっていくのも我慢できたんだ。